今日はですね、土曜日なんですけど、朝の散歩も兼ねて出てます。なかなか運動不足になりがちなんでですね、時間があったら歩くようにはしてるんですけど、暑いですね。朝9時過ぎからもう30度超えてます。暑いで、土曜日なんで サルセドサタデーマーケットっていうのをやってますんで、そっちに向いて歩いてるとこです。まあ、マカティ、まあ、ご存知の方はあれでしょうけど、まあ、マカティの中心部ってレガスピービレッジとサルセドビレッジっていうのが2つ隣り合わせでありまして、でレガスピービレッジの方にもサルセドビレッジの方にも、まあ、オフィスビルとコンドミニアムが立ち並んでるんですね。で違うのは、レガスピービレッジの方は大きい商業施設があること、まあグリーンベルトとかですね。でサルセドビレッジの方は大きいのはなくて、もちろん生活必需品なんかの買えるスーパーマーケットとかいうのはちょっとしたお店とか、それはたくさんあるんですけど、サルセドビレッジ側には大使館がたくさんあります。なのであと公園も大きいのがありまして、非常に治安がいい地域で、まあ、当然大使館もある地域ですから、まあ、日本人ご家族の方なんかも多く住んでるビレッジになりますね。なんか地下道の広告もなくなっちゃって真っ白だな。広告確かそんなに高くなかったんですよね。いくらぐらいだったっけ、月に7500ペソとかそんな感じでしたね。前パンデミック前に話は聞いたことがありますけど、ここにもポパイズができてるなあ。あ、ここも KFC の横に作ってんだ。へえ。アメリカでは真っ向、真っ二つみたいですからね、KFC とポパイズ。まあこんな感じで。コンドミニアムとオフィスのビルが立ち並んでる地域ですね。結構緑も多くて住みやすいとこですよね。
前にも一度ご紹介をしてるんであれですけど、この道路側と反対側、あっち側の道路側とも中にも店があって、中にもお店がある感じですね。植物、観葉植物。シンガポール料理ですね。チキン。ケバブ屋さん多いな。大人気ケバブ屋さん。Yes, sir. このたこ焼き屋さんは前回食べたね。冷凍肉、牛肉ですね。小麦、果物。野菜。餃子。アメリカンドッグ。先に外回りを。観葉植物と野菜か。あ、違う、野菜だ。八百屋さん、果物屋さん。魚屋さん。ラブラブ。エビ高い。1,250ペソパーキロ。すごいな。ラプラプ。このバーベキュー屋さんは この間食べたやつですね。ちょっと甘すぎたんだよね。サモサ。台湾、インド、フィリピン、パキスタン、いろんな料理やな。これいいよね、アイスクリームなんかも懐かしい。八百屋さん。クレープ屋さんね。サモスさん。ピザ屋さん。ここももう昼には売り切れちゃうお店ですね。
ここのタホも有名で、ずっとこんな感じで並んでるんですよね。ちょっとクッキーが、売り切れるまで先にクッキーを買っとこう。やばいかもしんない。Would you like to try? I know. Until we're finished. How many pieces do you have? This is our last amount of pieces. Yes. Our last? Yes. Five pieces? Yes. Five packs? Yes. This one all now. All? And then chocolate? Yes. This one. 1, 2, 3, 5. And then? One box. Six pieces. 450. Tomorrow I go back to Japan. Cause Pasarbonna. Pasarbon. Cause many. Much better.All now, 1, 2. Same? This is gluten-free, healthy option. Almond flour. Almond flour. Okay. This one is original. Original na lang. How many? All. Two boxes. Two boxes, okay.That will be a Nonina box. Are you Japanese? Yeah. Not so sweet. Hey, sir. Good now. How much for one again? Sorry. 80 pesos for. Okay. This one, okay? Okay. 1,050. 1,050.How many? Yung box ba pwede halo? Pwede po. Pwede naman po. Tatlo nung. Chocolate and then. Thank you. Palit siya sa dalawa, no? Thank you so much. Have a nice day. Can I up YouTube? This video. Okay. Tatlo dito, ma'am. Tatlo dito. So, you gotta go here.やばい、また売り切れになるとこだった。さて何食べよう。ここが美味しいの知ってるんだけど、もうどんどんなくなっていってる。もうないじゃん。バタークロワッサン。だらは？Thank you. Not crunchy, but it is texture. Thank you. よいしょ。豚っ端シロップですね、代表的なフィリピンの朝ごはん。
あ、酸っぱいソースですね。ちょっと続けてご覧になっていただいている方々に、まあ、お知らせなんですけど、一応明日フィリピンを出国してですね、まあ、とりあえず日本には行くんです、日本に帰るんですけど、その後フィリピンに2ヶ月半ぐらいは帰ってこないんですね。でちょっと、まあ日本や他に行ってる時に面白い絵が撮れれば動画作るかもしれないんですけど、基本的に、まあ、日本の動画上げてもしょうがないと思ってるもんですから、2ヶ月半ぐらいはちょっとメインの動画っていうのはお休みになると思います。まあ、仕事で動画も撮ってるので、なんか面白いのが撮れればですね、まあ、時間かかっても編集してあげるかもしれないですけど、基本的には2ヶ月半ぐらいはちょっと動画上げれそうにないなというご報告です。結構楽しみにしてくださってる方々には申し訳ないんですけど、まあこんな日記みたい、個人的な日記みたいなものを楽しみにしていただいて大変恐縮なんですが、